さあ、春といえば桜ですが、市内にも桜のスポットがあるって知ってる？いや、私元より花より団子だから。あ、でもあそこの夜桜はすごい好き。いやいやいや、京塚山の桜の方が綺麗ですよ。いやー、でも夜桜って言ったらこっちの方が絶対綺麗。いやいやいや、京塚山の桜の方がむっちゃ綺麗。いや、絶対こっち。いや、こっちですか。いや、こっち。いやいやいや、はいはいはい。じゃあ、このヒーローに教えてもらいましょう。バイオスローさん、お願いします。桜の木の下にいるといい香りがします。今回は私、バイオスローが妙高の桜スポットを紹介します。まずは私がいる場所、ここは飛騨地区の神宮寺です。山川沿いにたくさんの桜が植えられています。管理は地元の皆さんがしているそうです。木が若く花もとても綺麗です。川のせせらぎと田んぼを吹き抜ける爽やかな風が心地よい桜スポットです。こちらでは4月18日から1週間ライトアップも予定されています。さて、桜の開花予想で見るように、一般に桜前線は南から北に移動します。でも妙高は南側の標高が高いため、上越市に近い北側の飛騨や和田地区から南へと前線は移動します。この後は過去の満開の写真とともに南下する妙高桜前線を旅します。どうでしたか？どの場所も見応え十分ですね。天気の良い日にお弁当を持って出かけたら最高でしょうね。さあ、妙高桜前線のラストを飾るのが池の平温泉にある井森池。例年の開花時期はゴールデンウィークの頃、池のほとりにある
この桜と金星の取れた妙高山の姿が何とも美しい眺めです。また池の周辺には水芭蕉なども見ることができ、妙高の桜の見納めにはぴったりの場所です。この他にも皆さんのお気に入りの桜スポットがあったら情報をお寄せください。撮影班が桜の見頃に伺います。なお撮影後の写真は妙高チャンネルで紹介します。皆さんからの情報をお待ちしています。妙高の桜前線って北から南に南下するんですね。今年は私も桜の旅に出かけてみたいと思います。